ホセ・ベンハミン・モリーナ・マッタは、プエルトリコ出身の元プロ野球選手、野球指導者。ウトミギウチ。2019年シーズンより、MLB のロサンゼルス・ウェンゼルスの星コーチを務める。兄のベンジー・モリーナ、弟のヤディアモリーナもメジャーリーグの保守であり、3兄弟全員が、チャンピオンリングを手にしている。ヤディアモリーナ兄弟選手としての記録も参照。 1993年の MLB ドラフト14巡目で、シカゴカブスから指名され、プロ入り。1999年9月6日にメジャーデビューし、その年は10試合出場した。2000年は、メジャー出場はなく、シーズン後の11月27日に自由契約となった。 ロサンゼルス・エンゼルス時代2001年1月15日にアナハイム・エンゼルスと契約したが兄のベンジー・モリーナがいたためバックアップとしての立場であった2002年のワールドシリーズでは守備固めで3試合に出場しチャンピオン・リングを手にした2005年には対左投手打率306を記録し6本塁打25打点と最高の成績を残した 2006年はベンジーが移籍したため正捕手のザオエルチャンスであったが新人のマイク・ナポリに奪われ78試合の出場にとどまったニューヨーク・ヤンキース時代2007年7月21日にジェフ・ケナードとの交換トレードによりニューヨーク・ヤンキースへ移籍したウィル・ニエベスの後のホルヘ・ポサダのバックアップ捕手としての役割を果たしている オフの10月30日に FA となったが12月3日にヤンキースと総額400万ドルの2年契約で再契約した。2008年は前年に引き続きポサダの控え保守として開幕を迎えた。しかし開幕当初からポサダは右肩に故障を抱えシーズンが深まるにつれて一類種もしくは指名打者としての出場機会が増えていた。 その結果、モリーナの先発機会は増えていった。そして、7月28日に、ポサダが手術を受け、今季中の復帰は絶望となったため、モリーナの先発起用は、決定的なものとなった。だが、同年7月30日、チームは、性保守離脱の穴埋めとして、カイル・ファーンズ・ワース投手とのトレードで、メジャー駆使の保守イバン・ロドリゲスが加入。 そのため、モリーナの出場機会が減るかと思われた。しかし、マイク・ムッシーナや、アンディ・ペティットラ、一部の投手は、モリーナの守備力を高く評価していたため、ロドリゲスとバッテリーを組むのを避けた。その結果、前半戦同様、定期的に出場を続けることとなり、自己最多の100試合に出場し、盗塁阻止率、440をマーク。 星以外にも、2年ぶりに一塁手としても出場するなど、見事にポサダの穴を埋めてみせた。また、同年9月21日のボルチモアオリオールズ戦の4回裏には、同年で役目を終える、ヤンキースタジアム最後の本塁打を放った。この試合で使用したスパイクは、野球殿堂へ寄贈されている。2009年11月9日に、FA となった。 トロントブルージェイズ時代2010年2月19日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ開幕ロースター入りを果たした開幕してからしばらくはこの年のチームの正捕手であるジョンバックが打撃好調ということもあり出番は少なかったが4月5月と不審であったブランドン・モローとバッテリーを組むとモローの成績が向上したためモローの先発時に スタメン起用されるようになった。夏場にはバックが故障者リスト入りしたこともあって出番が増加し最終的に57試合に出場した。オフの10月27日にブルージェイズが150万ドルの球団オプションを行使した。2011年打撃において自己最高の成績を残した。フィールド外でも新人保守の JP アレンシビアのコーチ役として 首脳陣からの信頼は扱った。オフの10月30日に FA となった。2011年11月28日にタンパベレイズと150万ドルの1年契約を結んだ。2012年は37歳にして自己最多の試合に出場した。オフの10月31日にレイズが150万ドルの球団オプションを行使した。 2013年10月31日に FA となったが12月2日にレイズと総額450万ドルの2年契約で再契約した2014年11月24日に FA となった2015年11月にロサンゼルス・エンゼルスのキャッチングコーディネーターに就任すると報道された2019年シーズンからはエンゼルスの星コーチに就任する 弟やビアーに匹敵する、メジャーリーグ屈指の強権、攻守の保守として知られる。2004年には盗塁阻止率、489を記録して、リーグ1位。また、同年は57試合の先発出場でありながら、県政雑誌後は両リーグ1位であった。2005年は盗塁阻止率、513で、リーグ2位、両リーグ3位。2006年も、 盗塁阻止率。426と効率を記録。2008年は、少ない出場数ながら、守備防御点11を記録して、リーグ1位、両リーグ2位。さらに盗塁阻止率。440は両リーグ1位。2010年は盗塁阻止率。441でリーグ1位、両リーグ2位。2009年のワールドシリーズ第2戦で見せた。 県政座氏はシリーズの流れを変えたとも言われている。もっとも打撃に弱点があったのと所属球団に正保手がいたことが多かったため300打席以上を記録した年は一度のみで完全にレギュラーに定着したと言える年がない。そのため上記のような特筆すべき守備力を持っていながらゴールドグラブ賞とは無縁である。その点側に ベンジーや弟やディアーと異なる。ありがとうございます。